坂田金時、中村雄一ってのを一番上にしたの。そう、見た見た見た。びっくりしたの、あれ。ほんとね、焼きたてジャパンとこれ、ほんと銀玉ぐらいですよ、ほんとに。ラテラングと乗っ取るとか、ほんとに。坂口さんが、はい、あの、大輔さんがいるので、はい、あの、まあ、割と、うん、はい、あれ、あの後、ああだったんですよ、みたいな話を。あの後ね、偉い人が謝りに行ったんですよ、みたいな話を、ね。本当に頭を丸めるし、マジで本当に大人の怒られ方をするっていう。シャレなんですよ、結構。現場に来るレベルの一番偉い人も、うん、現場に来ない偉い人も、うん、ちゃんと謝られてるんでしょ、あれ。そうですよ。すごいね。中には、味方になってくれる人もいて、おうおうおう、テレビ東京の東さんみたいに、へぇー。テレ東としては銀玉を守ります。へぇー。いる人と、銀玉は許しませんって言ってる人がこう、いて、言っちゃうで名前、うん。どうせ後で消すから。いや、許しませんって言ってる人来ないです、現場。あ、そうか。基本、そうだね、基本、深志様が来てくれて、うん、そんな奴は俺が戦いますよって言って、もっと、今偉くなったんで、さらに上から守ってくれるよ。そうか。そうだね。だって、6年の間で、担当の人がどんどん偉くなったり、まあ、もしくは降格したりだよね。まあね、でも、幸いの、だから犠牲者ってまだ見たことがないんで。あ、なんとか、そうだね。銀玉が原因で死っていうのは、あれだね、銀玉はじゃああれだ、世の中の子供たちに、うん、むちゃくちゃやっても謝ったら何とか許してくれるっていうのを教えてあげる番組だよね。そう思われてると、それを模倣した、模倣犯が出てくる、ね。おお、何の話だ、うちも銀玉みたいに悪ふざけしてもさあせんっていやいいんだろって言って、もっと悪いことをしちゃうのがいるんで、それは抑止しなければいけないっていう。我々がやれるギリギリをやってるんだぞっていうのは。チームのだって、なんていうの、魂の強さみたいなさ、そう肝の座り方みたいなやつがあるからこそ何とかなってるわけでしょ。俺、これ、銀玉の話か、これ。これ、銀玉の話してるか、ネズミ。そうは、だから、その、一世代でやってるから意味があるわけ、ね、あれを模倣した、じゃあ、俺も義賊になるぜ。そうだね。でも、ネズミことを捕まんないから、俺は、あの、金品を奪った後に、軽く家主を殺してから、みんなに。そんな悪いアニメないでしょ、小判を待ってっていう。今、例えられてるけど、そんな悪いアニメないでしょ。模倣犯で、ちょっとより悪くなるんですよ、やっぱり。その過去の歴史を見て、ね、俺もやってやるっていう人は絶対あの輪をかけて悪くなる、ね。オリジナルだからこその良さというか、そうそうそう、そのバランスの、うん。だから真似したってしょうがねえんだっていうね。今、銀玉の話ですよ、これ。だから、よろず屋三人揃うと一番唇を切るのは、釘宮さんなんで、それで中村くんって、ほら、釘先生は、他の現場でも中村と一緒になることが多いから、そうですね、うん。すごい多くない？多分、今日。多いよ。もうね、多分、5、6年休みなく、週1で会ってるよ。週1、週2以上で会ってるよ。そうそうそう。だからその辺で情報が筒抜けらしくて、うん、いつの間にか、だから僕の部屋のそのテレビの横の棚が両方コレクションボックスで、出てないアニメのフィギュアを置いてることをこう、釘宮さんにもう、情報が筒抜けてね。あ、そろそろあれも言っといた方がいい？え？なんだっけ、キョンのフィギュアが、キュアなんとかのスカート。やめろ何してんだあんた。オークションパースで最初からビデオカメラ持ってるんですよ、あいつ。フィギュアボックスって、ガラス張りになってて、段があるんですよ。下の段にいて、上の段に立ってるキュアなんとかをずっとこう、こうやって。こんな目で見ちゃダメだろう。最近そこに、それをやらせんって言って、北斗の拳のシーンがこうやって、ザゼルのポーズで止めに入って、俺も好きだって。おい、中の人で、その横で、ビートスタックが、プラチのことはやらせんって言って、仮面ライダーキバが俺にもやらせろって言って、こう、特命屋になってる絵になってる。バカ。倒すじゃねえかもう。ひどいな。どうですか、中村くんの方は。僕どうですか、うん、そうですね、なんか、一回マネージャーから、一度お話をもらった時にスケジュールが合わなかったんですよ。うん、それで、断ったって言われて、まあ、何の役か知らないんですけど、銀玉のお話もらったけど断ったよって言ってて、あ、そうなんですか、はいって言ってたんですけど、それで最終的にそのスケジュールが空いたんで、入れましたって言われた時に、やっぱり長くやってる作品じゃないですか、うん、まあね、だからどういうこうグループ感、グルーヴ感なんていうの、かっこいいな、現場が仕上がってるってことだね。そう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 、うんうん、現場のね空気が、例えば、うんうん、ほら簡単なところがあると座る位置とかも、はいはい、あるじゃないですか、す長寿番組って、うん、そういうのを含めどんな空気でやってるんだろうと思って行ったら、うん、いやー普通でしたね、うん、なんか空気とかないね、ないね、意外とドライな空気でびっくりした、うん、あ
意外とドライだったね、うん、そんなにわちゃわちゃしてないわちゃわちゃしてなかったですね、うん、そうだね、そんな悪ふざけ悪目立ちしないかなってそう、作品のテイストに反しておとなしい現場でびっくりしたね、うん、そんなにねわちゃわちゃしないし、うん、休憩時間とかも短いじゃん、短いですね、うん、スピーディーにね取っていくから、そうそうババンバンっていくから、そうそうそう、あんまりこうわちゃわちゃしてお菓子食べたりなんかとか、そういう現場ではないからね、そうなんですよ ね、 ね、穏やかで優しい人が、中井さんもそうだし石田さんとかもそうだし雪乃さんとかもそうなんですけど、まあね、基本物静かな人が多いので、うんうんうん、でも優しいんですよみんな、そうだね、そうそう、うん、受け入れ体制は整ってるよっていう、ゲストには慣れたもんだぜっていう状態だったからそうだね、うん、なんか不安はなんか全然現場いてなくなりましたね、やりやすかったです、うんうん、おーよかったよかった、うん、まあ僕らもおとなしい、おとなしい組なのでねまあ確かに、うんうんうん、まあよろずやがね大体並んでたりする、うん、あ、そうですね、あとはまあ本当にバラバラな並び順だから、うん、特にね金玉編はそんなにまあレギュラーが大量に押し寄せるっていう現場でも、ね、うん、確かに玉が一番喋るかなぐらいで、そうだね、うん、新選組がいるわけでもなかったしね、そう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 、確かに、うん、ね、鈴村くんとかがいるとまたそれはそれで空気が違ったりするんだけどね、確かに新選組一度も出なかったですもんね、そうそうそう、うん、出てないからね、そうそう、優しい人たちに支えられて現場が出来上がっているのでね、うんうん、だからせめていきなり来るゲストさんにちゃんと違和感なくというか、余計な緊張感なく入っていけるようなのはやります、うん、聞かれた時にちゃんと真っ先に答えるようにするし、そうそう、だからいい現場だなと思いましたよ、よかった、本当にありがたい、本当にね、うん、クソみたいな現場って言われると本当に二度と来れよ二度と来れよバカ野郎って言われる逆にそんなアニメあんのかって話ないな、うん、ファクトファイルは謎の尺調整だから知らないんですけども、うんうん、急にナレーションでって言われて、え、辰久くんじゃなくていいんですかって言って、主人公だったからね、結構抵抗したんですけども、いやー、杉田さんで、やれよ、やだって。やれやだ誰が言ってきたのそれ。なんか東映の偉い人偉い人は、やれよ、やだ。じゃあその敷地で、うん、動画番組で僕とマフィア梶田で好き勝手やるのを許可したらいいよって言ったら許可が出て、うん、はやらせなそう、政治材料を持っていったら OK が出たから、うん、よし、やりますっていう。はぁ、で、アドリブなの、ほぼないですね、台本。うわぁ仮面ライダー、ファクファイルって言って、なんか情報がちょっとあって、うん、あとはなんかキャラに合わせてセリフを入れてください、みたいになって。なんとなくセリフは書いてあるんですけど、これ、あれ、なんで俺女までやんないといけないんだ、これって。まあ、うん、見てて違和感はありましたけど、うん、杉田くんらしいなとは思ってました。と、うん、いうのもやっぱアフレコやってる時も、うん、杉田くんは、うん、なんだろう、言っちゃなんですけども、うん、おそらく監督はわかんないで OK 出すだろうなっていうレベルのアドリブをガンガンに入れるの、ね、うんうん。入れるな、入れるな。で、それには必ず確実に元ネタが存在していて、うん、もう僕でさえ追い切れない感じの、アドリブをガンガンに入れるわけ、うん、で監督が面白がってはい OK ですって言っちゃうもんだから、うん、今の絶対ダメだよって思うんだけど今だから言うけども、ドラゴンナイトのとはちょうどスクエニさんのゲームにハマってたんで、ずっと七英雄のダンターグのセリフをガンガン入れててもうね、そう今の絶対ダメだっていうやつなのに OK しちゃうんだよ、弱者は強者にひれ伏すものだぞって言って完全にダンターグですよ、それさオンエアされてる、オンエアされてます、されてます、そうなんだ、闇雲にさ、うん、それを OK テイクにしちゃうもんだから、うん、流れてんだよ、だから、うん、あーと思って、うん、ここ何にも書いてなかったのになと思って、うん、杉田くんのよくわからん操作が入っちゃってるよ、うんそんな現場でしたよ。すごいな、お前。あと敵の三人組みたいなのが出てきて、最後ボスみたいなのが走ってくるんですよ。あれでずっと親父、親父って呼んでて、親父、親父って言ったらちょっと入ってました。いや、違う。親父、親父って言ったのがダメで、で、敵、あまりにも雑魚を金役でみんなでやりすぎたから、出た時に、あーって言って出てきたんですよ。ちょうど蒼天航路の呂布が面白いって言われて。Thank you, ばーって言うのがね。あーっていうのは多分、オンエア入ってます、あれ。まーまーって言うんですよ、それ。Thank you, thank you, って。リキアちゃんがね、超頑張ったんですよね。呂布の真似多分、オンエア入ってますよ、あれ。あの時流行ったんだよ、料理ね。あれ流行りましたね。あれは入ってます。親父は入ってなかったんですよ。お前、今だから許されるみたいになってるけど、本来許されないから。だから言ったんだよ、俺は、その時に。ダメだって。でもさ、監督が OK 出すんだよ、もう。最近、ガンダムの、戦場の絆のアーケードを、デビューしたんで、今持ってやるってのはすごいね。そう、なんか、ちょっと遅め、前まですごい人気があって、並ばないとできなかったじゃないですか。なかなか手を出せなくって、待ち時間で携帯ゲームとかする。
ゲームですね。そうそう、それが他のゲームやってるのね。いいですね。あ、でもそれはちょっとわかります。私も移動時間はゲームの時間です。そうそう。で、あの、前衛にいる中村のドムトローペンがちょっとも落ちないんだよね。あいつのドム調整だよ。本当ですか？ちょっと、あの、ラジオじゃないやつでも行きましょうよ。今からあの、ピピ野郎に、俺のスチルームファーストでとどめを刺してくるぜ。見てろ。ザコが。あの、ここ、音声でね。そうそう。あの、通信でね。ね、やたらいい声で。いいですね。臨場感ありますよ。あいつの名言が、弱いから死ぬんだよ。もう前何キャラだよ。スチュールファーストまだダブルオー出る前だったから、すっげえ面白くて、お前はいつかガンダムと戦ってほしいわと思ったら本当に戦っちゃったね。そらっていいですね。続きまして、北海道中二病がうつくさんです。はい、はい、アニメ銀魂復活おめでとうございます。アニメ銀魂編で銀時の弱点を克服したのが金時ですよね。うん、演じられている杉田さんにあって、中村さんにない弱点があったらぜひ教えてくださいと。杉田さんにある弱点、杉田くんにあって中村くんにない弱点なんだろうな。好きな女の子を前にしてテンパらないところかな。お前はテンパる、俺テンパる、俺はテンパらないと見える、見える、わかんない、その相手のこと好きじゃないんじゃない。あれあれなんだこれ、悪い顔になったらこの野郎。ラジオって怖え、顔が合わねえ。好きじゃない女を口説いてたんじゃないかな。おっとお前ちょっとやめろよそういう。俺なんかあのこういうそういうことに関してはなんかあの、うん、カレーの王子様ばりにあの甘口だからさ。よくわかんねえんだそういうの。甘いなー、そういう駆け引きみたいなのわかんないんだよ。甘いんだもん、蜂蜜の味しちゃうから。嫌になっちゃうわもう。そうです。例えが最悪だなこれ。でもね、杉田くんはね、はい、あの杉田くんが、うん、あの子は素敵だよって言ってる子に対して、うんうん、あの緊張して話がどうこうじゃなくて、うん、会話が合ってないんですよ。言っちゃった。杉田がね、憧れ、例えばゆかなさんとかさ、はい、憧れる人ってさ、はい、あまり会話噛み合ってないよね。基本向こうの言うことをはいはいって聞いてる感じになるね。ね、うん、あ、で杉田が振る、であのゲームとかっていうと、あのアニメはっていうと見てないですし、うん、やってないですし、うん、よくわからないねっていうね、うん、大丈夫、うん、そういった中での食べ物の話題だよ。あ、間違いないから。